女性がどこまでできるかというところで周りの方も不安や疑問視があったとは思うんですが、とりあえずやってみなければ分かんないことだったので、いらっしゃいませ。厚焼き卵、正式に呼ぶならば厚焼き卵です。難しいです、とても難しいです。珍しい卵焼きだと思ってます。伝統を守るお店でしか作られてないのではないかなと思っております。お寿司における卵というのは一連の、まあ、和食ですよね、和食をいただいた後のデザートのようなものでございます。卵を焼くのに一番重要な道具はケラ鍋です。ケラ鍋とは卵焼き専用の鍋のことです。厚焼き卵の中に入れる魚介類、魚介類はエビと、まあ、白身魚ですね、タイとかヒラメを使ったりすることもあります。卵を焼くのに火加減が一番重要になります。消えそうなぐらいの、火加減で長時間ゆっくりゆっくり火を通していきます。当店の場合は片面を焼くのに45分、もう一方を30分焼いてます。なぜ寿司の中では卵は時間をかけて作るのかというと、正直私にもまだまだ勉強不足でわからないところではあるんですが、時間をかけて焼くというのをずっと、先人から教えられてきたものなので、それを忠実にただただ守っているだけです。日本列島長いので、いろんなところから仕入れて、その時々美味しいものを、調理加工して江戸前の仕事として提供しております。味を、静岡のお寿司で有名なものは、食材として静岡で取れるものは本当にたくさんありまして、駿河湾で取れたアジですとかヒラメ、とタチウオ、タイ、いろいろあります。寿司職人になる前は東京で OL をしておりました。静岡を離れて東京に出たのは、とにかくこの寿司屋が嫌で、後継ぎになれと言われて、三河の赤貝です。育ってきましたので、どうしてもそこから逃げたくて東京に出ました。で、結局結婚をすることになり、静岡にまた戻ってくるということになりました。大きな病気をしたから何でもチャレンジしようという気持ちになりました。今までどうしても、決心がつかなかった職人への道というのを、自分の一生をかけてやっていこうと思ったのが病気がきっかけです。小肌、寿司というのは一人前の中に煮物、焼き物、酢の物、刺身など和食の基本が入っているということを教わりまして、そこに興味を持ちましたので、
じゃあ一体どういうような加工とか調理があるのか自分でやってみたいと思いましたので、この寿司職人の道に入りました。まず寿司職人として修行を始めたのはここのお店なので、これは全部おろしゃでもいい、私の父である親方から学びました。はい、私の方から教えてくださいとお願いして、はい、入りました。ヒラメでございます。米の粒が仏様の、骨ですね。それに似ていると、仏様の骨をシャリって言うんですけど、仏シャリと言います。仏教用語から来てるんですけれども、それに似ているのでお寿司の、ご飯のことをシャリと言います。ヒラメでございます。島根県産の生のアジでございます。ネギと生姜をあしらってますので、そのままお召し上がりください。赤身を漬けにいたします。こちらもいい南マグロの中トロです。小肌です。うちの親方、父は私がこの世界に入って寿司業界に変化をもたらすということは大いに喜んでいると思います。私には3人子供がおりまして、一番下の娘が今10歳なんですが、毎日お店に来て手伝いに来てくれてます。でその娘がママのようになりたいと言ってお寿司屋さんをやると今言ってくれております。